賞をいただきまして、ありがとうございます。私にとっての、プライスレスな経験がまた一つ増えました。ありがとうございます。私は視力の方は悪くはないんですけれども、メガネだったりサングラスだったりっていうのは、昔から大好きで、サングラスも多分30個ぐらい持ってたりします。そして、メガネも一緒で、先ほどゆきさんがおっしゃってましたけれども、ファッションの一部として取り入れたりとか、あと、メガネもファッションと一緒で、個性だと思うので、その人がかけてるメガネで、なんか、こういうのが好きなんだろうなと思ったりとか、そういうのもきっと皆さんの楽しみになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもメガネとかサングラスをファッションの一部に取り入れてみて、毎日を楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。本日は大変ありがとうございました。